1971年のベルリナアンサンブルによる舞台。中央のガリレーを演じているのはボルフガング・ハインツ。ガリレーの生涯はベルトルト・ブレヒトの儀曲。1943年9月9日、チューリヒにて初演された。イタリアの自然科学者、ガリレオ・ガリレーの生涯を題材に科学と権力との問題を扱う。全体は 15K からなり、 ガリレイの後半生30年が描かれる。1609年、ガリレイは学問のとベネツィアで教職についているが、待遇が悪く研究に満足に打ち込むことができない。待遇改善のために、新型の望遠鏡を大学に売り込むなどした後、その望遠鏡で土星の衛星を発見し、これで天動説を覆すことができると意気込む。そして、ベネツィアを捨てて、 待遇の良いフィレンツェの宮廷に移るが、宮廷学者たちは望遠鏡を覗くことすらしない。地動説を唱え続けたガリレイは、1616 16年になって、ようやく教皇庁の研究者からもその説を認められるが、間もなく、研究の自由の代わりに、地動説の研究の破棄を求められる。それから8年の間、ガリレイは、地動説の研究と発表をやめ、 弟子たちや娘ビルジーニアと共に別の科学研究に没頭していた。そこに新たな教皇として知人の天文学者バルベリーニが選ばれたという方が入り、ガリレーは再び地動説の研究に着手する。そして民衆向けのパンフレットで自説をルフしたことによって、ガリレーの地動説はその50年の間に人々の間に広まるが、バルベリーニは 科学よりも、規制の秩序を選び、ガリレイを異端新聞にかける。拷問を突きつけられたガリレイは自説を撤回し、失望した弟子のアンドレアから、英雄のいない国は不幸だという言葉で、非難されると、違う、英雄を必要とする国が不幸なのだと答える。しかし、学説撤回は教会を欺く手段に過ぎず、遊兵家のガリレイは、娘の監視の目を盗みながら、 新科学対話を完成させる。アンドレアは、ガリレーの策略に気づかなかった自分の不明を彼に、わびるが、ガリレーは、自分の取った方便が結果として、民衆の手になる、はずの科学を、権力の手に渡すことになったとして、自らを断罪する。この作品の初稿は1938年、ナチス政権下のドイツからデンマークへの亡命中に、書き上げられた。諸行では、 新科学対話を書き上げるために、ガリレイが取った見せかけの標準を一種の抵抗戦略として肯定的に書かれていたが、ブレヒトは、その後、アメリカで原爆投下のニュースを聞いて、考えを改め、科学研究が自己目的と化し、結果的に権力側に組みすることになった、ガリレイの自己断罪が強調される形に書き換えられた。またこの意図のために、アンドレアが、 新科学対話を国外に運び出す場面が描かれる。最終形はカットされて上演されるのが通例となっている。開講版はチャールズ・ロートン主演でまずアメリカで上演されたが評判にはならなかった。その後、ブレヒト自身の劇団ベルリナーアンサンブルでブレヒトとエイリヒ・エンゲルトの共同演出による上演が企画され、1955年から稽古に入っていたが、ブレヒトは 翌年に死去したため、翌年のこの上演を目にすることはできなかった。これらの稽古記録は、ロートン主演時の記録と合わせて、本作の上演のモデルブックとして出版されている。ベルリナーアンサンブルの上演が成功して、以降は、各時代の科学と政治の問題を扱った劇として、注目され、世界中で上演が行われた。日本では百五十八年、千ンコレアのわけ、 演出で俳優座にて初演されている。ありがとうございます。